ありがとうございます。あれ、え、なんか木のカップに入ってますね。え、北村さん、はい、これはね、何度も使える紙が成分のカップなんですよ。実はこれ、紙の原料とプラスチック樹脂を混ぜ合わせて作ったというコップなんです。見た目は木のような風合いなんですが、水に強いプラスチック樹脂が練り込んであるので、繰り返し使うことができます。そしてビールを注ぐと、紙の原料の細かな凹凸が炭酸を刺激するので、きめ細やかな泡を楽しむことができるんです。それはいいですね。また紙なので、インクやレーザーなどを使えば低コストで印刷することも可能です。さらに紙とプラスチックの両方を使うことで、こんなメリットが。プラスチックの強度と良さと、それから可燃物の紙が 55% 入っているので、不燃物ではなくて可燃物として焼却することができる。今プラスチックのゴミが分解されずに海に流れてしまうのが国際的に問題になってますよね。このコップなら繰り返し使ってゴミを減らせる上に、壊れてしまって捨てるという時も燃えるゴミとして処理することができるんです。切り通したってパナソニックの方ですよね、はい、どうしてこれ。もともとはこの材料はパナソニックの家電に使うために開発していました。はい、このプラスチック樹脂と紙の原料を混ぜ合わせたこちらの素材、もともとは掃除機を軽量化するのに使うために研究していた時に開発されたものだったんです。その素材を繰り返し使う食器に応用できないかと、アサヒビールと共同で開発したのがこのコップだったんですね。今回のイベントでいうと、はい、ビール、はい、これで捨てずに持って帰って使うってこと、はい、そうですね。これで繰り返し皆さんにビールを美味しく飲んでもらいたいと思っています。じゃあたくさんこれで繰り返し飲まなきゃいけないですね。じゃあ乾杯します。乾杯。